プロは結構練習します。もっとね、はい、いいゴルフができそうな雰囲気があるのでちょっと面白いから見てみよう。面白いから。ちょっと今の面白かった。ですね、今回は、まあ、こうパターの、ね、転がりテストをやって、まあ、一番こう結果がうまくいかなかったお父さんに、ちょっとその回転、ね、ボールの回転、いい回転っていうのはなんだみたいなものを、ちょっとレッスンとかね、セルフチェック法ですね、家でできる方法を、ここでお見せしたいと思います。で、今ここにあるそれが取ったスローのやつなんだけれども、まずそもそももう全然まっすぐ置いてない。ボールが傾いてるね。ボールをまずまっすぐ転がすためには条件は当然この線をですね、ちゃんと、まあ、ターゲットに対してまっすぐだし、ボールが斜めになってると打っても絶対斜めに回転してしまうので必ず地面に対して垂直に置くというのがもう絶対原則ということになります。じゃあまず置く練習、はい、じゃあちょっと、まあ、今ねちょっとこう撮影のために真後ろに入れなかったっていうところはありますよ。大前提それです。じゃあこれまっすぐいやでもこれ誰が見ても一応分かると思うんですよね、下線があれば。それでも置けない。これどうですか。結構こう今のこれまっすぐみたいなのもあるじゃないですか。これもプロは結構練習します。で結構練習しないとこれプレースピードがもうめちゃくちゃ遅くなるんですよ。でこれあと問題点があって、ロングパットとかは意外とできるんですよ。ミドルパットも。なぜかというと、どうせこれちょっと間違ってても入んないからいいやってなるから、だいたいこれぐらいっていう大体でいいんですよ。で意外とプレーが遅くなるのが1メートル以内、1ヤード以内。そうすると右縁左縁みたいになると、あやべこれ右縁じゃない左縁じゃないって言って、これがプレーがめちゃくちゃ遅くなるんですよ。なのでこれをやる方は絶対にこれの訓練をやってプレースピードを落とさないように練習してくださいね。もう本当にこれでずっとじっとやった上にあれって外したりするともう終わんなくなっちゃうから、いいですね。これはもう絶対約束。じゃあまあ、まっすぐ置けましたと、はい、でちょっと置いた後に、ごめんなさいね、置いた後のストロークの感じをちょっと見ましょうか。はい、上げて、こう今スローの映像で撮ってるんですね。自宅だったら後ろに三脚とかなんか、まあ本でもいいですね、そういうの立て、本とか、まあ、台とかの上にこうスローで立てて、とこうカット軌道で先っぽに当たって、うん、スライス軸の方にボールが回転してる。でもいい感じで入ってるんですよ。いい感じでいい感じで入ってます、ね、どうですか、入ればいいって感じ。いや入ればいいっていうのは先週で終わりました反省しました。反省しました。反省しました。あの結果だけじゃなくて過程も大事ってことを勉強しました。あでも一番プロ向きです。あのなんていうのかな、こうそれでもちゃんと自分の思った強さの、ね、同じ動作、同じ、ね、結果が出る、思った強さで思った方向に打てるっていうところにはこだわれてるんですよ。でもそこにプラス、もう一点、じゃあ球の回転がちゃんとね、軸がいい回転のボールを打つっていうこだわりを持てると、うん、さらにこういいこうゴルファーになってくると。でゴルフスイングにおいても同じ癖があるでしょ、うん、結構飛べばいいっていうか、こう飛んでいいスコアだったらいいっていう答えのところに対しての意識がすごい高いんだけれども、こう途中のもう一個のこだわりみたいなのがちょっと足りないのが、うん、問題というか、もっとね、はい、いいゴルフができそうな雰囲気があるので、そうしてほしいなと、はい、でじゃあ今のカットが分かりましたと、はい、ね、いやこれじゃあいよいよ自分で撮って分かったと、カットで先っぽに当たってるっていうことが分かったわけじゃないですか、うん、そしたら単純にあのもちろん矯正器とか使ってやるっていうのは、まあ、前回のレッスンでも基本的な方法として教えました。こういう練習器具買ってくださいみたいなね。でも家で何もない場合じゃあどうするのって言ったら、もう感覚でいいです。今のはカットで、これフック打つ感じです。単純にインサイドアウト構えてみてもらっていいですか、はい、今はアウトサイドインでまあ、真っすぐ打つっていうことをやってるわけですよね、はい、そうすると単純にインサイドアウトでボールの回転軸をフック回転で
あれに入れようと。別にこう地面を転がっているものなので、その回転軸によって大きくですよ、球が曲がったりとかっていうことはないんですけど、自分のイメージとしてはフックでやると。こういうイメージで、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、どうぞ。はい、じゃあちょっと見てみましょう。じゃあ今のこう取るじゃないですか。取って、あ、じゃあ今のでどれぐらいできてるのかなっていう見方ですね。はい、上がってきて、すんごい先っぽに当たったけど、これまだスライスしてるの分かります？分かります。ね、これじゃあ足りないってことです。で、量の調節、さらにインサイドアウトに振って、ボールをフック軸に回転させる感覚が必要なんだよっていう感じ。だからちょうどいいをいきなりやるっていうよりも、フィーリングとして考えるっていうやり方もあります。じゃあもう一回、もっとやる。もっとですね。もうイメージじゃない。それイメージ。イメージだけど、現実に。まずまっすぐ置く。これやりすぎてもいいですよ。だから例えばやりすぎれれば、あれよりやらなきゃいいんだっていう感じに持っていけばいいわけですよね。そうです。こんな笑っちゃうぐらい内から外に振っていいのって。あ、まずもうちょっとまっすぐ置きましょうね。まっすぐが置けない。どうしよう。あ、これまっすぐ、ね。はい。はい、じゃあ、いいですか。じゃあやりすぎてください。やりすぎフックってこういうことですね。ん？そうです、そうです。はい。やりすぎ、どうぞ。はい。ちょっと面白いから見てみよう。面白いから。ちょっと今の面白かった。違う、今の。面白い、面白い。今のは出した。面白い、面白い。あの、まっすぐ転がる。面白い、枠から出ちゃったからね。面白い。わざとじゃない。確かにインサイドに上げましたと。ね、すごいインサイドに上げてるんですけど、当たった時にクラブフェースも開いてるからとんでもなく右に行ったわけですよね。で、当然軌道の変化ってフェース向きの変化と連動している場合が多い。で、ショットの時もですよ、握り方とか準備を変えないで、例えばインサイドアウト傾向のプレーヤーが強烈にアウトサイドに振るとする、ね、振るとするじゃないですか。で、軌道変化もあるんだけどフェース向きもクローズになるんですよ。で、今度それをアウトサイドインの選手があんまり準備の変化をしないでインサイドアウトに振るとものすごいフェースオープンになってドプッシュするでしょ。あれと同じ現象が今パターで起こったということですよね。で、もしインサイドアウトの感覚で振ろうとすればフェース向きは若干もちろんその軌道に対して被ってる必要性があるし、その辺が全く警戒しないで打ったんでドミギにスパーンって出てったわけですよね。だ、今すぐこれやったらコースでめちゃくちゃスコアは悪くなりますよね。もともとカットで3球連続入ってるプレイヤーが内からこの枠の外に出ちゃうぐらいやってるわけですから、まあ、それぐらい頑張ってくれたっていうことです。はい、こういうフェース開いちゃダメですよ。フェース開いちゃダメ。フェースを開く、あ、ちょっと感覚的に言うと、はい、ちょっと見てくださいね。もちろんインサイドをアウトに振りつつフェース面は開かずにインサイドに上げてる感覚が必要です。はいはいはい、で、こう当たって球を捕まえて包み込むみたいなフィーリング、はい、上げた時に今、ね、あ、今カットだって言われて打ちって言ってこうフェースが開いたんですよ。で、このままアウトって言ってフェースが開いて右に振ってるんで球が右に出たっていうことですよね。これをな、そうしないためにはバックスイングがインサイドに上げるフィーリングであると同時にフェースは開かない、そして球を包み込むようなフィーリングでボールにドロー方向の、ね、軸を傾けてやろうみたいな、そういう気持ちがないと実はまっすぐならないっていうことですよね。軌道だけじゃないんですよ。フェース向きも関係してるから。じゃあもう一回、はい、一歩一歩です。一歩一歩。別にこれ白い的がまっすぐじゃなくて枠出ないでほしいですね。はい、面白いけど。ごめんなさい。はい。フェースの向きはそのままで。そうですね。開かずにってことですね。こういうことです、ね。そうですそうですそうです。はい。どうぞ。おお、よかった。今回の中で一番。雰囲気まっすぐになる。はい、じゃあ、はい、じゃあ見ましょう。どうですか。まあちょっと、そうですね、当たって、あ、
まだこれでもフェード軸方向にうっすら傾いてるんで、量的にはやりすぎたとは言わないんだけれども、今のが一番軌道とフェース向きが近い状態で打ってたと。でさすがに慎重になったんで、今度強弱の調整が効かなかったっていうことになるわけですけど、まあこうやってやってですね、ご自宅で練習するときに軌道とフェース向きの問題点っていうのをチェックしていただくと、なかなかこうセルフチェックってできないじゃないですか、自分で。それはボールに線を書いて家でやってるだけでも、少なくても軌道とフェース向きのこうマッチングは正しい方向にあるかというか、適切な回転軸を生み出せるかっていうことが、まあ、自分でもできるので、ぜひですね、こう携帯のスローとかを使ってですね、自分でチェックしてもらえればなと思います。で次なる宿題は、はい、まあ、これができる、ただ入るだけではなくて、もう一個回転、いい回転のボールを打とうということね。でいい回転でもうちょっと順回転とか、逆回転とか無回転とかそういうのも実はあるんですけど、今日はちょっとこの回転の軸っていうところに、注目しましたけど、はい、どうでした？めちゃくちゃ内側に引いてる？どういう感じがしました？いやもうすごいインに引く、フェースをそのままのインに引くっていうイメージ。開かずに。開かずに引く。開かずに。開かずに引く。うん、引く。引く。引く。引くです。引く、引いて打つ。はいはい、あとまっすぐ置けなかったです。あの、まあ本当に結構こうタイプもあって、まあ後藤さんのようにこう、こう感覚でゴルフを作り込んでくるってとっても僕はいいことだと思うんだけれども、いくつかのルール、最低限のルールがある方がその後あの 楽だし、もし競技ゴルフやろうと思った時にもそれって後から直しにくいんですよ、うん、今でも私うまくいってるしってなるから。だから一応そのこのぐらいのことをやっていただけると、なんかあんまり大きな癖がつかずにですね、できるのかなと思います、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。